はまあ育成年代のところで果実の話だったりとか、はい、いろいろ聞いたんですけど、今回はまあ思いっきりその鹿児島情勢のその方のところでドカーンって蹴って、その人をバーってボールぶつかって今日は退場させないでくれよみたいな、うん、いやいやこっちのセリフだけど岩下圭介さんに来ていただいたんですが、はい、まあ、今現在エージェントしながら、こちらのお店博多もつなげて一八店、一八静岡店っていうことで、はい、こちらをやられているということで、で、前回はまあ育成年代のところで果実の話だったりとか、はい、いろいろ聞いたんですけど、今回はまあプロ編になっていくんですけど、まあ、ここからちょっとまあ一つプロ編のキャリアを聞きながらなんですけど、悪道エピソードということで、はい、カード多分いや結構上位に入るとは、もらった、うん、もらった枚数はかなり入る、はい、うん、自慢できるものではないですけどまあ、はい、でまあエスパルスに行くんですけど、プロでは、はい、その前にまあ性格のことを言うと、普段は本当勉強真面目な性格で、まあ、サッカーになると表現するっていう、そうっすね、それはすごく言われますし、うん、同じチームになった選手たちにはすごく言われますね、うん、先輩後輩問わず、記憶に残るだけで停止出場停止だけで言うと、もう絶対10試合は絶対これだし、まあレッドカード自体は多分5、6枚もらってる、はい、一発一発レッドだけです。で合わせ技レッドカードも多分3、4枚ありますし、まあ、自慢できないですけど年間で8枚もらって2試合出場停止もあったの、昔それこそガンバの時に最後の入れ替え戦出れなかった時に、エスパーの時に6枚もらってて、うん、ガンバで2枚もらって忘れてて、うん、完全に大事なその最後のジュビロ磐田にアウェーで負けた時の試合、僕出れないっていうのがもう8枚目でした、ね、うん、へぇっていう話でも、その悪道エピソードがどこからこうできたのかっていうのを聞きたいんですけど、はい、まずその清水エスパルス入団して、はい、これどうだった、そのまあやっぱりエリートというか、まあいろいろね、そのキャリアを高校年代でも全国優勝して、はい、プロにいざバンとこう、はい、何を感じたのかっていう、いやもうシンプルにセンターバックでは出れないなと思って、うん、で僕一番最初デビューしたのもボランチですし、うん、伊藤輝夫さんとダブルボランチで、それこそ一番最初日産スタジアムでアウェーでマリノス戦でスタメンにしてもらったのがスタメンのデビュー戦なんですけど、うん、ずっとボランチだったんですよね、うん、やっぱりその僕が剥がされて次に止めてくれるのがやっぱり森岡隆三さんだったり斉藤俊英さんとか、うん、高木和道さんとか、うん、そのもう本当に代表クラスの選手たちがいっぱいセンターバックいて、うん、まあ、そことはもうやっぱ勝てないなっていうのはプロになってからすぐ思ってました。うん、でもなんかサイドバックコンバート、あ、そうですね、それは市川大輔さんが若干膝をちょっと怪我して、で右サイドバックで長く出させてもらったっていうのはもう完全にその補いっていうか、うん、でもこれプロ1年目からはまあ少しですね、はい、ちょっと絡ましてはもらってました、うん、はい、でこっから定着するのっていうのはプロ何年目？3年目ですね。2年目はほとんど出てないんで試合、やっぱりそのそこの壁っていうのにもすごくぶち当たったのと、うん、あとは自分自身ももうどこで勝負するとかも分からなかったんで、うん、なんていうんですか、色出して俺はこれがやりたいんだがすごくこう強すぎて、いやいやそれは別に求められてないよって言えてたの、言われてるのに理解できてないっていう、その戦術、うん、健太さんが欲しいこうプレーではないところを自分はこれでアピールしたいが本当に絡まってたなっていうのは2年目はそれがもう完全に出ちゃってました。うん、まあ、そこでマッチして、まあ、3年目、はい、センターバックで、でそこからまあちょっと距離を、でプロ5年目には日本代表、そうっすね、1回なってました、選出っていうことで、でそこからのまあ清水エスパルスからのガンバ大阪2012年、はい、まあそこは移籍は、いやそこもどうしようもなかったのが、それこそあのアクシンゴトビ監督の時に練習中に帰れって言われて、もうそのまま分かった帰るって言ってそのまま走って帰っちゃった帰っちゃったね、はい、うん、で次の日監督室まで謝り行って、で、本当すみませんでしたって言って、いやお前は本当にエスパスの中で、まあ、長いキャリアを持って、うん、エスパスのことを歴史をしっかり理解してるだろうと頼むから、うん、そういうプレーしないでほしいし、うん、あとはやっぱりもっと刺激与えれるから言ってほしいって言って、うん、言ってほしいって言ってくれたんで、うん、その次の日に練習中に若手に僕のボラン目の前のボランチの子がちょっと軽いプレーしたんで、うん、いやお前さそんなプレー責任あんのお前、うん、そのつって言ったんですよね、うん、そしたらそのごとき監督に、いやいやお前が一番責任ないだろうって言われてもう俺もうシューンってなって
あのいや話違うじゃんみたいな、それはさ2人で言ってくれればいいやんみたいな感じになっちゃって、俺もそっからもう何も言えないみたいな感じになっちゃって、うんうん、そのまた次の日にそのミーティングでちょっと岩下立ってくれるかと、うん、お前は経験あるはずなのに、うん、こんなプレーでよくもまあ試合にいっぱい出てきたなって言われて、うんうん、いやそういうこと言われたんで、僕はもうミーティング終わった後に監督室行って、うん、あの他のチームを探しますって言って、うん、であのエージェントに他のチーム探してくださいって言ったら、うん、一番最初に手を挙げてくれたのがグランパスとガンバ大阪だったんですよね、うん、でもう その瞬間にもうすぐあのもうガンバ行きますって、うん、話して、もうその次の日には移籍決めました、うんはい、で、あのこの悪道っていうこのなんかカーってなるはい、性格っていうのは、これプロからなの？プロからでもありますけど、高校時代もめちゃくちゃやんちゃしましたね。高校2年生の時にめちゃくちゃライバルとの鹿児島城西高校の、うん、そのコーチの方がボール関係なくても僕にずっと圧をこうずっとこう、お前そんなのでなんか、うん、よくもまあ1年間出てたな、うん、だから PK すんだなとかずっと言ってくるんですよ、うん、なんかうるさいなと思いながらだったんですけど、うん、僕の目の前にバーってライン際でちょうど来た時に思いっきりその鹿児島城西のその方のところでドカーンって蹴って、その人バーってボールぶつかってその人も怒っちゃって俺のとこ来て、うん、もうちょっともうそれこそ乱闘みたいになったんですけど、うんうん、でもそんなので僕その次の年3年生の新人戦の1回戦からそれこそまあ何回戦かまでの3試合、うんうん、鹿児島県のサッカー協会から出場停止くらった本当に、はい、うん、有名な結構話してる、城西のその監督とかはいつも言うっす、うん、お前はベンチに蹴り込んできたのはお前ぐらいだっていう、はい、でまあそれが一番最初だ。そうっすね、そのエピソードで言うと、公式の出場停止だったのはそれですね、はい。でエスパーに入って、はい、その何年間っていうのはまあその試合でももうバンバンこうあったの。そうですね、やっぱ僕健太さんにこういろいろやっぱりこう育ててもらいましたし、うん、教えてもらって、やっぱ健太さんすごくこう勝負ごとにこだわれっていうのが、うんうん、だからもう逆に言うと練習中に、うん、まあ大げさですけど相手をこう怪我してじゃないですけどそのくらい気持ちは出して練習中からやってくれって言われてて、うん、まあ試合出るためだったら何でもしてやろうみたいな感じで、すごく怒られたプレーもありましたし、ミーティングしたプレーもありましたけど、でもやっぱりそこからだんだん評価上げてったっていうところも僕の中ではあったんで、まあそこがやっぱ健さんと出会えたってところも大きかったかな。ちなみにそのエスパ時代も体重はあったの？はい、エスパ時代もそれこそ退場した後に目の前にペットボトルあったんで、ペットボトル蹴ったらエスパルスのファンのところになんか飛んでって、その人はキャッチしてくれたんでなんか拍手みたいな感じでいい感じで終わったんですけど、でもやっぱり J リーグの方から公式で追加で2試合ってなって、退場の1試合と追加の2試合でまた3試合の出場停止食らって、しかもまあペットボトルってやっぱりスポンサーさんもついてますし、そこの方がやっぱり嫌な思いをしたと。で当時謝りにで、うん、でそしたら、まあ、その方はもう逆に言うとそれが映像で流れるたんびに宣伝になるからありがとうありがとうなんて言ってくれて、いやそうじゃないんですけどみたいなわけわからない感じでそんな感じだったんですけど、でもやっぱりそのエスパン社長と一緒に帰り際にやっぱそういうのは子供が見ていい気持ちはしないと思うからっていうので、すごくまあ、はい、そういうのもありました。なるほど。まあ、そこからまあガンバに移籍するんですけど、まあでもここガンバが一番キャリアハイと言っていいよ ね、 そうですね、はい、そのやっぱタイトルもそうだし試合数もそうだし、まあ、ここでも代表はなんていうんですか、ちょっと前ってなんか100人の登録、アジア登録の中でその国内選手だけで選ぶ代表みたいなのあったじゃないですか、うんうんうん、なんかそういうのの時に、まあ、その100人の登録に入ってるっていうのは一応前もって聞かされるんですけど、結果的にその東アジアとかそういうのの試合に行ったっていうのはガンバの時もなかったですね、うんうん、まあ、それでこそ俺はその当時浦和所属で、はい、もう逆転もめっちゃもうナショナルダービーと言われてガンバと浦和でもうトップを争ってた時期、もう勝ち点差あれ誤差で残り3試合、勝てば優勝でガンバ大阪浦和のホーム、忘れもしないあれはもう、で2点入れられて負けて、そこから、浦和は3連敗するんです。そうですね、
で、ガンバは3連勝いや、2連勝して最後の徳島に引き分けだったんですけど、だからでも勝てば優勝です。そうそう、最終節も勝てば優勝、もうそれも大逆転優勝よ。はい、それのしかも3冠その年。いや、もう僕らは半分夏までに、ああもう鹿島かレッズだなっていうシーズンだったんですよ。本当にもう残留すればいいかなぐらいのシーズンだったんですけど、そこからもう一番最初12か、まあ、16ぐらいは多分もしかしたら離れてたんですよね、レッズとは。うんうん、でもなんかやっぱあの当時のガンバ大阪の選手、それでこそマリーシアっていうこのずる賢い選手めちゃくちゃ多かったし、まあ、コンちゃんもやっとサムやっぱそういうプレーできるから、はい、いやーだからまあ岩下も含めなんだけど、はい、もうなんかね、もう悔しすぎてね、もうあのシーズン本当はもうポルト初めてぐらい泣いたもん。もう優勝できなくても悔し涙って俺嫌いなのよ。いやいやもうなんかね、はい、いやいやもう完全にレッツのファンはもう優勝するためのもう準備をめっちゃしてるんですよ。もう裏のその何ですかロッカーの手前のその選手が入場のところにもう、あもうこれ勝てば優勝だし、なんならガンバで3やらなかったら、まあ次の試合も引き分けぐらいでも多分優勝勝たかったんですけど、まあその準備されてんのでも僕らはもうアップからもうメラメラしてきて、いやこれはもうあそこのまあ、6万いかないぐらいのサポーターをやっぱりもうちょっと静かにさせるコーナーというかテンションが僕らマックスでしたね、ロッカーでは本当に。いやでしょうね、はい、もうそうですよね。まあでもまあまあね、もうまあそれ言っても好きですけどでも岩下その悪道エピソード、ここガンバでもある、ガンバでもちょっと落ち着き始めた。いや、そんなことないですよ。サンフレッチェの清水航平選手とかは僕高校時代から知ってるんですよ、彼は、うんうん、で東海大五の選手ですごくまあ、うんもうやんちゃな働く、もうすごく運動量が起きてて、もう忘れもしないですけど、うん、でも、そのことマッチアップずっとしてて、うん、まあまあもうやったやられたはまあどこでもいいんですけど、うん、まあ僕がまあ最終的にすごくこうダーティーなプレーしちゃってっていうので、うん、それこそあの規律委員会で、うん、あのお茶の水の JFA ハウスの、ねうん、大人の方々に10人ぐらい囲まれて、なんでそんなプレーをしたんだって、うん、いやちょっとその時はもうカットなってたことです。もうそれをずっとひたすら1時間以上ずっと同じような質問を10人に毎回聞かれて、うん、いやでも、はい、また繰り返すのか、いや繰り返すわけないじゃないですかみたいな感じとかっていう、もう本当に、うんはい、そういうのもありました。同じ高校でよかったなって、僕あのそのなんかされた経験、多分年齢は関係ないんですよ彼の場合は、はい、でもその高校の先輩にはないんだよね。そうですね、行きづらい。一回もない。ただ、ヨシトさんにはもうものすごい行きますから、シコータの腰ぐらいまでタックルしたのがあるから、どうしてもやられたくないのはもう本当ヨシトさんなんで、うんうんうん、まあ、試合前の律儀にやっぱこうね、まだ面識ない時も後輩ですってよろしくお願いしますって来るし、で試合中もあのチームメイトがなんかもうあんなことやられました、なんか言われましたっていうのを聞くんだけど、俺直接言われたことが一回もないし、やられたことも一回もないから、俺はそうなのかなみたいな、聞く話でしかないみたいなそうそう、そこいやもう本当勝つためだったらもう本当後輩だったし陰湿な、うん、いやもう全然先輩とかに好かれてないよとかもよくわからないあの先輩あんまり俺よく飲み行くけど苦手って言ってたよみたいなとかもう本当ちびっこいっていうか、もうあんまり喋りかけるの得意じゃないですけど、うんうん、やっぱりコーナーキックとかセットプレーでマークつけに行ったりしたら、うん、なんかちょっとでも好きにさせるっていうのは、うん、ブラジル の, そのコーチ、鹿児島実業のコーチカルロスコーチっていうコーチだったんですけど、まあ、そういうのも本当に教えてもらいました。うん、やっぱり例えば悪いかもしれないですけど、こうセットプレーの時は足を踏んだらもう動けないはずだからとか、まあ、そういうのは、まあ、高校年代でも少しもそのブラジルでサッカーを食べていくためにはこんくらいしないとダメだみたいなのはそのコーチにも教わったりはしました。それからこれ、まあ、アビスパ移籍して、はい、サガン鳥栖っていう形にはなるんですけど、どうですかそのアビスパ移籍っていうのは。それはもう井原さんが直接あの守備のところ立て直してほしいっていうところと、うん、やっぱ J1 に上げたい1年 で,、うん、でアビスパが1年で上がったことないっていう話で、うん、井原さんが直接連絡もらって、うん、
で、まあ、あのガンバの時も若干怪我が多くなってきて、出場時間も少し少なくなってきてるタイミングだったので、あとやっぱ冨安っていう存在ももう言われてて、うん、そういうセンターバックでいい存在がいるから、うん、そういうところも教えてほしいっていうふうなのはオファーの内容でした、ね、うん、実際どうでした、やってみて冨安選手その当時。いや最初は、うん、まあ多分みんな言うんですけど、そんななんかこんな選手になるのかなって、あんなもうアーセナルのレギュラーっていうか、うん、そこまであるのかなっていうのは僕自身も思ってるんですね、うん、ただやっぱその言ったことの跳ね返りがもうそのイメージとは違うことまでやれちゃうっていうプレーは僕は見たことなかったですね。しかもディフェンスなんで、いや基本リアクションのはずなのに、うん、彼がアクションして誘導して取るとか、もうこいつは考えてやってるなっていうのは初めてな部分の選手だったかなと思いますね、はい。でまあ、ちょっとまた話戻すんですけど、ここ年代的にはアビスパ移籍っていうのは、はい、これ何歳ぐらい、もう32ですね。32、これはもう悪童エピソードで落ち着き始める頃は来るんですか、このそうっすね、まあ、そんなアビスパの時も何回か退場しましたしはい、何回か退場しましたね、うん、なんか栃木戦で相手の退場誘発したら4分後に自分が退場した、それもものすごい怒られたんですけど本当にアビスパ負けが許されないような、うん、もう勝ち点3必ず取らないといけないゲームだったので、うん、もう本当に言い訳ですけど、そのセットプレーで僕ら攻撃だった時に、もうものすごい、やっぱもちろんうちのチームも結構もう上の方にいたんで、うん、そのもっと下のグラパスと話したいっていうゲームだったんですけど、まあ僕ディフェンスながらもう3点ぐらい取ってたかな、セットプレーで、でもうものすごい近くでひっついてマークしてくるんで、まあそのさっきの話じゃないですけど、スタートの前にこう足踏むみたいなのとかっていうのはもう なんていうんですか、演技でやる選手絶対僕はいると思ってるんですよ。それも外国人なんか当たり前でやりますし、まあ、外国だからいいとか日本だからダメとかないんですけど、でももう本当、まあ間接試合で大体わかるんですよね、選手って。まあそれがいいかはわからないですけど、僕はバーって踏んで、もうなんで踏んでんだよみたいなから、多分その相手の方、相手選手は熱くなくてめちゃくちゃ掴んできてたんで、それでつまずいてこけた子に僕そのまま足に乗って、でそれを僕が蹴り返されたやつが大げさに飛んで、その選手退場になっちゃって退場になったな、まあ、アビスパ的にはもちろん相手が10人になって助かりましたなんですけど、まあそのままコントロールしてやれればよかったんですけど、その本当5分後には自分のエリアの中で自分がファールして2枚目のイエローカード退場っていうでしかもその PK 決められてとかっていう試合もあったんですけど、うん、まあ、本当どうしようもなかったなるほど。でまた鳥栖に、まあ、そこが最後の2年のキャリアなんですけど、はい、これも出場機会っていうのがまあちょっと減ってきてっていう、そう、出場機会というよりもベッキア監督っていうイタリアの監督がいて、うん、でそこでその日本戦から新しい監督になって、そのあんまり色を出さないでほしいってキャンプ中から言われてて、うん、ただやっぱそのディフェンスの選手ってコーチングしないといけないのに、声も別に出さなくていいよ、うん、正しい立ち位置を取ってくれって言われて、うん、いやいや声出さないでどうやって守備するんですかみたいな、うん、で監督にそのキャンプ中に呼び出されて、いやもうベテランの選手って基本的にうちのチームにはいらないから、うん、でミクニ・ケネディっていう選手が入ってきたとおっしゃったんで、うん、もう彼使いたいし、うん、あの君はもう他のチーム探してもらっていいよみたいな言われて、うん、あ、そうですかって言って、でもう次の日から練習出なくていいからって、うん、で強化部長のとこ行ったら、うん、来なくていいよ。あ、そうですか。じゃあ僕午後に練習しますね。ずらして、うん、トップチームが午前7だったら午後、うん、午後に練習するなら僕が午前中、うん、コーチ捕まえて、うん、練習一人でやるってチームが見つからない。もうウィンドウ基本的に閉まってるんで、うん、そのもうどうしようもないんですよ、うん、でもそこはもうなんていうんですか、違約金とかなし、うん、で給料もアビスパが持つ、その代わりどっかチームあったらもうどうぞ行ってくださいみたいな感じだったんで、うん、ですぐトスがオファーくれて、うん、でもすぐ、はい、行きましょう。まあ若手のモチベーションのためにこの練習試合でゴールを決められなかった、坊主をかけたっていう、あ、はいはい、
いや、それもですね、うん、結局その当時キム・ミョンヒ監督がいて、うん、もう本当にその前の年もそうですけど残留させるのがすごく上手だし、うん、若手のモチベーションを上げるのがすごく上手な監督だった部分もあるんですよ、うん、で、やっぱ試合出れない選手とか、まあ僕自身はもう最後の 1,2 年間は足首の怪我でもほとんど試合出てないですけど、うん、でもやっぱりその若手のモチベーションすごく大事なことも分かってたし、やっぱトスってユース、ジュニアユースってすごくいい選手たくさんいて、うん、ユース年代ではもう本当王様みたいな立ち位置になりつつあった年の子たちが、それこそ松岡選手とか、うん、本田藤選手とかいろんなユースの上がりの選手がたくさんいた中で、そういう選手たちの試合の次の日じゃないですか、トップチームの次の日にあのサテライトっていうか2軍の子たち、その試合出なかった子たちは試合に出るんで、結果出なかったらもう坊主だよなみたいな、うん、なるほどなるほど、はい、っていう話からの2人ほど坊主になって、でその3日後に練習に、まあこれもどうしようもないんですけど、あの僕中洲でめちゃくちゃ飲んで練習遅刻っていう失態をしてしまいまして、もう練習に遅刻してるんで、練習してるんですよね、グラウンドで、で僕しかもそのなんか練習で取り返せればいいですけど、怪我で練習もほとんどできてないので中洲行って飲んでるのもまあ問題なんですけど、まあそのクラブハウスバーって着いた時に、そういえばバリカンあるなっていうのに気づいて、もう練習場ついてそのまま風呂場行って自分で坊主して練習場行って、本当でかい声ですいませんでしたって言って入ってったら、みんなで拍手されてっていうわけわからない状態で、で監督のとこ行って、もう本当すいませんって言って言ったら、いやそこまで求めてないけどみたいな感じで、いや俺坊主しなくてよかったなとか思ったんですけど、でもやっぱり後輩にそのくらい覚悟持ってやれって言ってるし、まあ練習場へのモチベーション上げるためとはいえ坊主させたっていうところもあるんで、まあ自分もそんなのってやっぱ責任もないし、34歳になって坊主にできるやつが何人いるのかなと思いますけど、まあ自分が歩いて何言ってるのかなんですけど、でもはい、そこは坊主にすぐしてっていうので、まあもう本当ネタでしかなかったですね。なんか面白すぎてすごいな、やっぱあのキャリアも濃いし、でそのエピソードもこういろいろ聞けたんですけど、最後にその西村出身には現役16年間で3回退場させられたことで、もはや好きなんじゃないかと勘違いしたみたいな。いやいや、もう西村さんずっとなんかあの人からやたらとこうコミュニケーション取ってきてくれて、今日は退場させないでくれよみたいな、いやいやこっちのセリフだけど退場させてんのあんただしみたいな感じで、いつも試合前からツッコミ入れたりするぐらい、まあ本当コミュニケーション取ってるのに、なんだかんだ赤も多いし黄色も多いし、もうそこは多分僕の講演会の人とかファンだった方はもう、いや今日西村さんかやばいなって思ってる方は、多分審判のところの発表のところで思った人はたくさんいるんですよ。もう僕が一番思ってました、はい、またかって言ったまたかってね、はい、まあ、プロキャリアもね、しっかりとこういろいろとこうタイトルを取ったりっていう、まあ、その中でも悪童エピソードっていうことを聞いたんですけど、まあでもそのね、反面その男気エピソードもめちゃくちゃ多くて、後輩たちにこう慕われたりとか、チームをこう一肌脱いで何かこう変えるみたいなエピソードもかなり多いんですけど、ちょっとこれからプロを目指す選手たちに、まあ、大事にしてもらいたいとか、どういうものを持ってこうやってプロを継続したかっていうのをちょっとメッセージに、はい、まあ、僕も今高校生を教えてもらしてもらったり、中学生もそして小学生も見させてもらってる中で、やっぱり一番伝えてるのはその自分のことをまず知ること、あとは周りの選手たちのことも知るっていうこと。今ってすごく YouTube とかいろんなコミュニティ使っていろんな映像を見れたりするんですけど、やっぱり自分のことを理解できてない選手がすごくたくさんいて、自分のイメージだけが先行してサッカーのプレーに挑んでる、そうじゃなくてやっぱり自分はここまでできてるから次はここの立ち位置のプレーがまずクリアしてないのにこっちをチャレンジするのっていうのは、やっぱり筋違いじゃないですけど、まあそれって難しいことっていうのにまず気づくことで、あとは周りの選手、サッカーってこれ一番いいところはやっぱり一人じゃないっていうところだと思うんで、周りのことを理解して、周りが本当にこのプレーしてあげたら助かるんじゃないかとか、周りに助けられるためにはこういう発信したらいいんじゃないかとかっていうのを
あの今の育成年代の子たちに僕は言い続けてることなので、やっぱり自分のことを知ることで、あとは相手のことを知ることっていうところをもっとやっていけば、サッカーっていうのはどんどん上手くなるんじゃないかなと僕は思います。はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。今回のお店こちら、博多もつ鍋八静岡店、概要欄の方に記載させてもらいますので、皆さんね、ぜひ、足を運んでいただければと思います。はい、今回も岩下さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。今回第1回ペルメタカップ開催させていただきました。今回三沢蓮さんにゲストで、はいはい、来ていただいて、まあ、一般の方と会ったんですけど、はい、どうでしたゴルフの方は。今回お呼びいただきありがとうございました。本当にこうコース的な、ね、ゴルフ場でこう天気にも恵まれて、はい、このペルメータ、このセラム、あと日焼け止め、はい、ゲストの女の子たちとつけ心地とかを話して、はい、すごいサラサラ感だったりとか、女の子の悩みとかね、はい、いろいろ日焼け止めの悩みあるんですけど、はい、その悩みを解決してくれるようなその商品で、もうこれからみんなで使おうって本当に本当に話しましたよ。めちゃくちゃ嬉しいです。それはめちゃくちゃ嬉しい。本当に話しました。ぜひ皆さんにも使っていただきたいと思います。はい、で、今回はこちら、はい、セラムですね。はい、セラムの方を8名の方に、はい、限定、先着8名の方に、はい、プレゼントさせていただきたいと思います。はい、で、本日もなんですが、デリクトテック、こちら骨盤を引き締めてアスリートだったり運動機能っていうところをサポートする、こちらものになってるんですが、こちらも3名の方に、先着でプレゼントさせていただきます。で、応募方法なんですが、概要欄の方でチェックしていただきたいんですが、三沢蓮さんのインスタをフォローしていただく、あとはペルムーターのインスタをフォローしていただき、それをスクショ撮っていただき送っていただく、それだけになります。はい、はい、ぜひね、この機会に応募していただきたいです ね。ぜひぜひ応募していただいて、はい、ペルムータセラム8名と、デリットテック、こちら3名の方に、はい、ゲットしてください。ぜひよろしくお願いします。お願いします。